おいおい日吉、大丈夫か？ちょっと調子に乗りすぎじゃね？変なことを言わないでください、ムカヒさん。調子が良かっただけで乗ってはいません。調子いいってどこがだよ。練習やりすぎて足痛めてんじゃねえか。少し熱を持っているだけです。冷やせばすぐに治ります。ったく、ああ言えばこういう。すいませんね、でも本当のことなんで。わかったわかった、いいから今日はおとなしく休んどけって。今日はそうします。明日また付き合ってくださいよ、練習。今日の分までとことん付き合ってやるぜ。ちゃんと治ったらな。